姫様さん、あなたに少し聞きたいことがある。あなたが犯人なのか。姫様さん、あ？向こう。誰？おばちゃんかよ。おばちゃんばっか使うんじゃねえよ、ほんとに。ナナミさんって言ってたじゃん。こいつはもう運命って言うんじゃないのかい。そんなバカな。あなた、逮捕ちゃんでしょ。姫様じゃないでしょ。なんだと、おばちゃんじゃねえか。なぜ貴様まで驚いてるのか知らなかったのか。親殿様役はあんただったのかい。おばちゃん気がつかなかったよ。やはりとあなたは知り合いなのだろうか。あの、一回あの、警備で、一回さ、あの、同僚として一緒に働いてたよね。あ、ちょっと同じとこで仕事したことがあったんだよ。だから、やきもち焼かなくても大丈夫だよ、みっちゃん。くお。おばちゃんこの部屋の隣で休んでたんだけどさ、騒がしくて寝られないから文句を言いに来たんだよ。そしたらなんとみっちゃんがいるじゃないのさ。まさかみっちゃんがこんなところまで来てくれるなんてね。おばちゃんみっちゃんのことを誤解してたよ。いやいやいや、あなたが突然変異なだけで。誤解？ちょっと避けられてるんじゃないかと思ってさ。いやいやいや、そう思ってもらって結構だわ。誤解ではない。でもこうやって追いかけてきてくれたんだもの。感激しちゃったよ。おばちゃんみっちゃんを追い続けるからね、永遠に。じゃあまあでもね、この人も、そろそろ寿命が来るんじゃないかと思うので、しばらくすればね。よかったわね。カルマさん、その人、冷たい感じやめてください。メイの視線が珍しく同情の色を帯びているな。いやー、あなたでしたか、姫様は。それでその、なぜこんなところに。あなたは確かバンドーランドで逮捕ちゃんの着ぐるみを。そうですよ、逮捕ちゃん似合ってたよ。逮捕ちゃんずっとやり続ければいいじゃない、永遠に。とはね、何言ってんだよ、そんな昔の話。そう。え、昔？昨日とか一昨日とかそういう話じゃないの。昨日のことではないから。ほら、おばちゃん、エイト撮影所にいたでしょ、もともとは。そっから今朝、電話がかかってきたんだよ。電話？ピンチヒッター。姫様役の女優が、風邪をこじらせて倒れちゃったから。急だけど、代役をお願いしたいって。人手不足なのか、あの撮影所。なんで人手不足でさ、おばちゃんなの？他にもいるだろう。仕方ないから、おばちゃんがヒロイン役を演じたってわけさ。ナナミとかいう女の代わりに。でもそのナナミも、かわいそうだよ。おばちゃんが演じちゃったもんだから。なんせおばちゃん横文字、大事なことで。まったく間抜けな奴らだよ。エネルギッシュな、おばさまね。そうですね。愛も変わらず、ついていきません。それで、今日は代役で来たということでいいのだろうか。そうだよ。必要ってんなら見せてあげるよ、ほら。あ、照明を。本当のよね。え？姫様役の女優、ナナミが倒れ、おばちゃんに代理を依頼。そういうことか。おばちゃんの名演技にお客さんも感動の涙を浮かべてたよ。確かに涙を流して爆笑していたな。そういうことか。だから、あ、そうか、腰がなんか腰が、腰が曲がってたみたいなこと言ってたやつがいたような気もするな。そういや。ピンチヒッター依頼書。そうですか。なるほどね。でも有名になるのも困り者だね、ほら。え？ストーカーからの手紙だよ。ちょっと待ってください。今夜、ナナミの枕元に舞い降ります。あなたのナイトより。え、これさ、これ、やはりだろ。どう考えてもやはりだろ、これは。だってなんか煙突から忍び込もうとしてたし、全く目ざといったらありゃしない。今夜、今夜、ナナミでしょこれ。ヒミの、今夜、これヒミって読むこれ。今夜ヒミの枕元に舞い降ります。あなたのナイトよりだって。ナナミでしょこれ。ふん、気持ち悪いね。君を書き損じてヒミになって、いや、これは、ナナミだと思いますよ、私は。程度が知れるよ。なぜだこの手紙の文字、見覚えがあるような。やはり見せよう。でもみっちゃんがいてくれて、おばちゃん安心したよ。え？
私が何か。みちゃんならストーカーも追っ払ってくれるだろう。ストーカー、まあでもやはりのことだと思うし、そのごめんコーブル、あなたの家には後ほど刑事を一名向かわせよう。あ、そうですね、アイトノコギリっていう優秀なやつがいるんでね、うん、もう釣れないんだから、ちょっと早急に向かわせるので暇だと思うし。事件があった時間、あなたは何を休んでたみたいですけど、なんだい事件ってもうほら、事件のことすら分かってないから、ずっと寝てたんだな、でもきっと。え、おばちゃん、ショーの後はずっと暇だったからね。この部屋の隣で暖炉を使って腰を温めてたよ。この部屋の隣で、あ、じゃあれだ、やはりが忍び込もうとしてたのはこの部屋の隣か。隣の部屋で殺人事件が起きていたのよ。そうなのか、怖いよ、みっちゃん。くっつかないでくっついてたのか。それでおばさまは大使の演説に参加しなかったのかしら。それが出られなかったんだよ。ほら、おばちゃんって心は裏若き乙女だけどさ、もう体はボロボロだから、と肉体は裏ぶれつつあるからね。ショーが終わったらぎっくり腰になっちゃってさ、動けなかったのよ。それを証明することは可能だろうか。あー、どうなんでしょうね。まあ、やはりさんに聞けば、医務室の先生に聞いてもらったらいいよ。劇場から大使館までおばちゃんを運んでくれたからね。すげえ大変だったな。部屋から動けなかったと考えて良さそうだな。あ、犬、カルマケンジ殿の警察犬を連れてきました。俺ミサイルなんじゃないの、ひょっとして。ご苦労、下がっていいわ。あれ、この犬はヤタガラス捜索として警察犬を呼んでいたのよ。この国にもなかなか利口そうな犬がいるじゃねえか。え、これミサイルだよね、多分。糸の子さんのあれ、ワンワン。は、かわいいじゃねえか、このつぶらな瞳。糸のこぎりがかわいがってる警察犬だな。確か名前は、ミサイルだな。鉄砲玉のことが飛び出すっていう警察犬として立派な名前だわ。別に優秀なのかどうかわかんない、結局真実を言い当てるみたいな、まあ、裁判長みたいな犬だな、これは。飛び出した先で事件が解決しているとは限らないだろ。ミサイル、あなたの力見せてごらんなさい。あなたの死の力を発揮しなさい。どこ行くの？あ、なんか持ってきた。よしよし、お利口ね、誰がさんと違って。誰と比べた今。何を加えてきたの？これは何かしら？はすかに甘い匂いがするけど。これ、え？どら焼きじゃね？これ。もう糸の子さんと一緒じゃん、思考が。メイ、それはもしや、殿様、あ、トムサまんじゅうか。ぐるるる。食べたいだけ。あ、こら、ミサイル。食べてしまったわ。食べさせて大丈夫だったのかしら。まあ、お腹壊してももうそれは知らんということで。それはトムサマを題材にしたお菓子だ。心配あるまい。でも場所がさ、あった場所がなんか暖炉みたいなところに あったよね、今ね。少し見ただけでよくわかったわね。しかし、なぜこんなところにトムサまんじゅうが。トムサまんじゅう。あら、この子が見つけてきたのはそれだけじゃないよ。これはなんだ、女性用の肌着のような。カーネージ大使に女装趣味でもあるのかしら。いや、そもそもサイズが違うと思うが、トノサマンジュウといい、女性用の肌着といい、どうしてこんなところにあるのだ。女性用の肌着、この場にいる女性はメイさんと姫様ことおばちゃんぐらいだから、この女性用肌着があるのは、この中では一人だけだ。これ絶対おばちゃんだよ、これじゃあ。おばちゃんしかありえない。とりあえず肌着の持ち主に聞いてみるか。はぁ、これじゃあ、殿様と、姫様に話を聞かなければならんが、あ、ちょっとね、癒しを感じたいので、ミサイルに話しかけます。思ったより役に立ったわね、この子。無駄が見つけてきたものは少々不可解ではあるが、不可解であれば、破壊となるよう、操作すればいいだけの話。さあ、私の部下として操作を続けるのよ。うむ。あまり気は進まないが、致し方あるまい。もう完全にメイちゃんの部下になってるな。どうしようかな。まずじゃあ、ヤハリから行こうか。ね、ヤハリさん、謎の怪文書がありまして、ちょっとストーカー被害に遭ってる人がいるんで、ちょっとこれ、犯人を捕まえたいんだけど、なんか、
知らないかな、これに対して。やはりこれについて何か知ってることはないか。ない、全く見ていないではないか。今の俺に見えるのはメイちゃんの姿くらいだから。あれ、ならこの姿を永遠に焼き付けるがいいわ、この無知の。ひっきゃー、大冒険。メイちゃんの昇天した、そのまま冒険に出ていてくれた方が平和かもしれんな。あれ、ダメだった、調べられなかった。そうか、じゃあ仕方ない。じゃあおばちゃんに話聞こうか。おばちゃんの方に先に話を聞きたいと思います。どれだっけ、肌着、肌着、この茶色い肌着を見ていただきたい。これおばちゃんのでしょ、これ。あ、みっちゃん、なんてことを。ババシャツって言うんじゃないこれ。要するにおばちゃんの持ち物からそんなものを盗むなんて、そんなの言ってくれたら何枚でもあげちゃうんだから。そういうことじゃない。これは殺害現場で見つかったものだ。歴史した証拠だ。え、さあ白状してもらおうか。これがなぜここにあるのか。あれ、姫様がやったのかな。知らないよ、そんなこと。え、確かにおばちゃん、暖炉で肌着を乾かしてたよ。でもしょうがないじゃないか。姫様の中はサウナみたいに暑いのよ。なのにそれで容疑者扱いかよ。あんまりだよ、みっちゃん。これどういうことだ。姫様、あ、てか、おばちゃんは自分の部屋にある暖炉で乾かしてたんだよね。それがなんでこっちの部屋の暖炉で移動してきてんの。つまりこの部屋には入っていないと。当然じゃないのさ。死体なんて見つけてたら、こんなにのんびりしてないよ。いつもそうさ。こんな私が仕方ない。ダメだ。ついていけない。嘘を言ってるようには思えないが。じゃあ暖炉が繋がってる的な可能性かな、これは。暖炉をこう通っていくと、ゆくゆくは何、この通路に繋がっているみたいなね。彼女は休憩中肌着を暖炉で乾かしていた。そこから隣の部屋に肌着が移動したというのか。ああ、でもそうなってくるといろいろ幅が広がってくるね。脱出する経路があったってことだから。それでは殿様んじゅうもあなたが。さすがだね、おばちゃんのこと何でもお見通しなんだから。でもちょっと待って、ってことはさ、結局おばちゃんが疑われる流れになるんじゃないだろうか。気が進まないが、詳しい話聞いてみるしかないか。その暖炉が繋がっていた可能性を考えちゃうと、殿様んちゅうはあなたのものなのだろうか。もちろんおばちゃんは、みっちゃんのものだよ。そんなこと聞いてない。そんなことを聞いているのではない。みつるぎ、お前、おばちゃんにまで、それはない。それは男子じゃないだろう。違う。全く相変わらず、冗談の通じない子だね。あのまんじゅうは、おばちゃんのじゃないさ。撮影所から大使館へのお土産だよ。お土産？なんかあれだぜ、撮影所の偉い人から頼まれてさ、大使館の人たちに私よろしく言ってくれって。あ、そういうことか。お近づきの印にと、わざわざ手押し車に入れてまんじゅうを運んでいたわけよ。自分で渡せばいいじゃねえかってなあ、みつるぎ。それで大使館の人間に渡したのだろうか。あ、なるほどね。おみつるぎ無視すんだよ。いやいやいや、それも仕事だろ。仕方ねえんだよ。そうそう、それでさ、ショーの後、おばちゃん、控室で休んでたのよ。腰を痛めちゃったからね。そしたら、お土産のまんじゅうが控室に出してあったのよ。あ、なるほどね。それを食べてたってこと？ショーの後で配る準備をしていたのかもしれないわね。だからさ、ちょっと、食べてみたんだよ。毒味だね、毒味。一つ食ったら、これが結構いけるじゃないのさ。ごめんね、おばちゃん、ちょっとバカにしてたよ。子供向け番組のお菓子だから味も子供向けなんだろうって。もうすっかりハマっちゃってさ、自分の部屋に戻される前に2、3箱ってか、取りすぎじゃね。部屋の暖炉で温めてから食べたら、これがまた、あら、どうしたんだい。あ、もしかしてみっちゃんも惜しいってのかい。仕方がないね、一箱だけだよ、あとはおばちゃんのだからね。このさまんじゅうも、だから自分の部屋の暖炉でやってたんでしょ。じゃあなんでこっちにあんの。どうやら殿様も姫様も仮面を取るとトラブルメーカーに変身するよね。
いや、おばちゃんとやはりが異常なんだよ。これすごい二大巨頭がここ揃ってる、これ。え、これどうすればいいの？ごめん、ロジック。どうしようかな。暖炉を使用していた煙突から煙。これは繋がるかな？よく考えれば。だから、やはりが侵入しようとしていた場所は、そこだったってことだよね。この部屋で暖炉を使用した形跡はない。それがどうかした？だから、やはりが侵入しようとしていた部屋は、あくまでも、おばちゃんがいた部屋であって、この部屋に通じる煙突から煙が出ていたという、やはりの証言と一致しない。あの男の勘違いではないかしら。煙突の上にいたやはりの姿は、捜査員に目撃されている。ごまかせはしまい。まあ、煙突の場所までいたって言ってんだからな。多分そこは本当なんだろうな。一方で、隣の部屋では暖炉が使われていた。こちらの暖炉の煙は、ああ、そういうことか。そうか、そういう、繋がってるんだな、やっぱり。二つ、なんかこの、部屋の暖炉と隣の部屋の暖炉は一緒なんじゃないの？つまりこういうことかしら。この煙は、おばさまの出した煙だった。隣り合っている二つの暖炉は、上の煙突部分で繋がってる。そういうこと、そういうこと。そういうことだね。そういうことだ。で、繋がっているから、さっきミサイルは、隣の部屋の、肌着を持ってこれたと。だ頑張れば、向こう側の部屋に行くことも可能ということだね。だこれは、ちょっとやっぱり、事件に関わってくるんじゃないでしょうか、これは。ミサイルが加えてきた、この女性用肌着。ハレンチなことするでないという感じですかね。おばあちゃんのなんだから、いいじゃん、別に。女性の肌着を握りしめて何を興奮、違う。ミツルギレイジ、不潔よ。持ち主が分かったならさっさと返しに行きなさい。違う、これは証拠品なのだ。この証拠品の持ち主は、隣の部屋にいた。にもかかわらずミサイルはこの部屋の暖炉から、この女性用肌着を加えてきた。女性用肌着が壁を通り抜けたとでも言うつもり。いや、そういうことでもないでしょう。そんなきっかいなことにはなってないと思いますよ。さあどうなるだろう。調べれば早いよね。この部屋の暖炉は上で煙突が繋がっていた。同様に暖炉同士が何らかの形で、直接暖炉同士がもうすでに繋がってるってこと？あ、じゃあ簡単だね、行き来は。もう一度調べてみるべきね。今度は暖炉の奥の奥まで。え、でも真っ黒になっちゃうよ、これ。これ誰が行くの、これ。暖炉の奥の奥に×のマークがある。詳しく調べてみるとしよう。お！うわ、これは、仕掛け扉だ、これ。これは、奥の部屋とこの部屋を隔てる壁が、どんでん返しになっているとはな。思った通り、この暖炉は隣の部屋と繋がっていたようだ。これちょっとみんなに教えたい、これは。隣の部屋？あちら側には特に何もないようだな。これだから、おばちゃん、まあ、姫様がいた部屋ってことだよね。多分、僕は。しかし大事なのは、隣の部屋に何かがあるということではない。この部屋に暖炉を通じた抜け道があるという事実だ。これおばさん何か見てないかな？この部屋の暖炉が隣の部屋と繋がっていることは分かったわ。でもそれが何だというの？だからさ、だから、出入り口がね、まさかあのおばさまが仮面マスク二世殺しの真犯人だと。いや、あの婦人はぎっくり腰で運ばれていたのだ。まず犯行は不可能だろう。ああ、おばちゃんが疑われることはないということだね。この暖炉。仮面マスク2世殺害事件とは関係ないようだな。そうか。まあ、でも多分、だからその暖炉が繋がっていたというところだけの情報でさ、多分、やはりが侵入しようとしていたのはこの部屋ではなく、おそらく、姫様がいる。まあ、姫様、多分、ナナミさんがいると思ってたんでしょうけど、その部屋に侵入しようとしていただけでね。多分、ここの部屋には興味はなかったんだよな、ヤガリさんは。それが分かっただけ、とりあえず儲けも、あ、回復。どうやら答えは見えたようだ。いい顔してるじゃないか、ケンジさん。そうですよ。もう多分ね、材料は揃ったんじゃないでしょうかね。いいぜ、こっちも準備はできてる。それではお見せしよう。私の積み上げた論理がどこへ向かうかを。
殿様のスピアは折れてたしな。おお、頼むぜ、ミツルギ。私に任せておけ。まずは、貴様の嘘を暴かせてもらおう。俺そうだな。そうだな。そうだ。そこからかな。貴様はまだ我々に隠してることがある。なんかストーカー被害に遭ってる女性がいましてね。なんだよ、俺のことがそんなに信用できないのかよ。畜生、もう死んでやる。世界中の殺人事件に自首してから自殺して、全部迷宮入りにしてやるんだ。そう、スケールが、相変わらずスケールがでかいな。豪快だね、あんたの幼なじみ。まあ、めちゃくちゃ迷惑だがな。やはり一つだけ言っておく。その目をしても、ダメだからな。覚悟を決めた男は強いんだぞ。貴様がどんなに鳩迷惑な真似をしていかそうが構わない。だが隠し事はするな。つまらぬ隠し事で、無実の人間が裁かれるとすれば。ああ、なるほどね。そうだよ。そうだよ。君がね、嘘をつくことによって、真実がねじ曲げられて、全然関係ない人が、なんかね、逮捕されて、一生をね、棒に振ったらどうするんですか。みつるき。ついでに言うと、無実の人間とは貴様自身のことも入っている。真犯人を必ず引きずり出して、私を、信じなさい。私を信じなさい、やはりよ。わかって、俺、今度こそ、正直に喋るぜ。あることないこと全部。あることだけでいいんだ。あることだけ話せ。屋上の出来事だ。それについて証言してもらおう。さあ、話しなさい。ショーの後、ローズガーデンに手押し車を置いて、大使館に入ったよ。それから大使さんと握手して写真を撮った後だったな。次の出番まで暇だったから、大使館の中をブラブラしてたわけよ。そしたら屋上で煙突を見つけてさ、煙突のある家が珍しくてな。あ、もうこの段階はもう、嘘ですね。ついサンタクロースになってみたくなったわけよ。はい、嘘。やはり、嘘はつくなと言ったはずだが。でも、やっぱな、恥ずかしすぎるからな。照れちゃうから。照れちゃうからか。いや、言えよ、そこは。剣よ、やっぱ俺の口からは言えねえや。あとはお前がなんとかする。めんどくさ。上司命令。さっさと、この男の嘘を暴きなさい。承知した。こんなことで、時間を取ってはいられないからな。やはりさんの。まあそうだな。まあでもとりあえずやはりさんの話は、片っ端から聞いていこう。手押しグラムを置いていった？ああ、ローズガーデンの土が、車輪についていたからよ。大使館の床が汚れるから置いとけってカーネージ大使がさ。ああ、カーネージ大使が言ったんだ。大使館を汚させるわけにはいかないだろうからな。そういえば、大使館に入るときに姫様を見たんだっけ？姫様は何をしていたのか？別に何も担架で運ばれてただけだぜ。心配だな。ショーで腰を痛めて担ぎ込まれたのだったな。それから大使さんと握手して写真を撮った後だったな。貴様がアレバスト王国の大使と握手することになるとはな。確かにな、わからないもんだ。そうなんだよ。いや、俺ってさ、結構すごいことしてるよな。まあでも男と握手したって何にも面白くなかったんだけどな。このお兄さん、他国の大使館で堂々と出現をするんだ。しかも真顔でな。同じ国の人間として恥ずかしい限りだ。厄介なとこですまない。やはり、さっさと証言を続けろ。なんだ、そんなこと言うと嘘ばっかりついちゃうぞ。そしたらお前が不幸に落ちるだけだ。もう嘘はついてるだろう。いいからさっさと続けろ。わかったよ。そんなに睨むなよ。次の出番まで暇だったから、大使館の中をブラブラしてたわけだ。やはりいい加減に学習しろ。貴様は歩くだけで事件を起こす迷惑な存在だということを。何にもできない。隔離しなきゃいけないじゃん、やはりさんを。塀の中に隔離しなければならない。わかってるよ。また、俺が全部悪いんだろう。あんた友人なんだろう。さすがに言い過ぎなんじゃないか。いやいやいや、今までこの人がやってきたことを考えたら、老子曰く、真の友と書いて、親友と呼ぶ。親友と呼ぶがいいぜ。困ったことがあればいいな。お、ちょっと待って、ローさんに心を許してしまう。大家は親友、俺の証言しっかり聞いてくれよな。ロー捜査官が貴様を捕まえるつもりだと分かっているとか。それで、大使館をブラブラしてどうしたってんだ？
そしたら屋上で煙突を見つけてさ、煙突のある家が珍しくてな。はあ、常人の発想ではないですね。煙突などそんなに珍しいものではないと思うが、アメリカではそんなに珍しくないよね。この国にもあるじゃねえか、銭湯の上に立派な煙突が。あ、真っ黒になっちゃうけどね。俺が言ってるのはもっとロマンチックな煙突なんだよ。ロマンチックだと、おしゃれ、通過、とにかく女の子が喜びそうないい感じの煙突だったんだよ。もうちょっと今出てきてるもんね、ちょっとついサンタクロースになって見たくなったわけよ。サンタさんになって見たくなった？おお、まあサンタの格好ならしたことあるけど、ああるね、そういえば逆転裁判1でしてたね、ひょうたんこで。いらぬ記憶をこじ開けるな。水着さんのトラウマだわ。そういえばその時は、ふん、さすが幼なじみは思い出も多いみたいだな。で、サンタになること、もうその時のやはりさんもひどかったけどもね。まあまあいいや、その話は。サンタになること自体犯罪じゃねえぜ。煙突から部屋に入って人を殴り殺さないんだったらな、サンタになること自体本当に問題ないだろう、問題がないのだろうか。どういうこと？え、これ息唱える？あ、いい、じゃあ息唱えようか。いや、この男の場合サンタになること自体が問題だ。あんたの友人はサンタにすらなりきれない男だっていうのか。いや、サンタっていうことはトマ様の格好してたんでしょ？その通りだ。おい、ミズルギ、失礼じゃねえか。知ってるか、やはり。サンタさんはプレゼントを届けるのが仕事だ。なめんな、俺だって中学が出てんだ。それ、言わねえ方がいいぞ。ならば、教えてもらおう。貴様は誰にプレゼントを届けに行ったのだ？そりゃ、愛に恵まれないお子様とか。それは貴様のことだろ。失礼にも程があるだろうが。貴様がプレゼント届けに行った相手、それはこの人物だ。え、ナナミさんだと思うんだが。あれ、ちょっと待って、みんな皆さん見てください、この仮面マスクにて男性無職、これ悪意がある顔ですね、本当に。無職っぽい顔してる、太ってるし、バドーさんとの顔つきの違い、これはやばいですね、同じ人間とは。あれっていうかさ、ナナミさんの写真なんてないよね。ないなぁ。おばちゃん、おばちゃん。ふん、いい趣味してるじゃねえか。バカ言うんじゃねえよ。煙突使ってまでおばちゃんになんて会いたくねえよ。おばちゃんこの場にいるんだぞ、お前。会いたい。女性を侮辱するのはやめた方がいいわね。まあ私もあの夫人に自分から会いに行く度胸はない。だが勘違いだとすればどうか。そうですよ、あなたはナナミという女優に用があったわけで、勘違い。そこの男はある事情を知らずに夫人の部屋に入ろうとした。その事情とはこれのことだ。それだ、代役の話だね。なんか風邪をこじらしちゃったがゆえに、代役を、ピンチヒッターを頼んだわけですね。ナナミさんはおばちゃんに代わってもらったわけです。これは夫人が今日雇用先から受け取ったものだ。姫様役の女優、ななみさんと言ったかな。この男はその女優にお熱だったのだ。それは違うぜ、みつるぎ。なに、惚れてんのはななみの方だって。勘違いよ、もう。勘違いが暴走、暴走という名の勘違いよ、これ。俺にはわかるんだ。あの子が俺を見る愛の眼差しは間違いないって、もうそんなばっかりだな、本当に。この幸せそうな顔。守りたいですね、この映画。愛、不潔で卑劣で不安して浮気で、浮気だ、丸けに、ふぬけて、その上に焼けた男。全く進歩がないわ。ケンジさんよ、なんだろうか。この兄さん、殺人云々の前にちょっと問題ねえか。あ、気づいちゃいました、ローさん。ねえ、初対面なのにもかかわらず、気づいちゃいましたか。問題はある。なんだよ、なんでだよ。わかんねえよ。みんなで俺を不審者とかにするんじゃねえよ。ともかくこれで、そうですね。あなたは、女に、女目当てで、そう。この男は、ナナミさんが倒れたことを知らず、姫様の部屋に行こうとしたことに疑問の余地はない。疑問の余地は全くない。よし。あ、やはりさんがね、上から侵入を。みつるぎ、俺裁判に慣れてきたみたいだぜ。あれ？反論があるのかい？僕は法廷ではないか。うるさい、お前の行くところは全部法廷みたいなもんだ。
どうやらこの兄さん、まだ言いたいことがあるみたいだな。老師曰く、舌の根が乾くまで論を尽くすべし。ああ、まあそれは同感ですね。言葉が尽きるまで主張してみろ。俺が見届けてやるぜ。おう、見ててくれよ。俺が三剣を倒す瞬間を お前を守ろうとしてるだけなんだが、こちらは。私が負けたら自分が逮捕されるということを忘れていないか。